とっても簡単な枕カバーの作り方を紹介します。ファスナーもつけないし、直線縫いで4箇所縫うだけだからすぐにできます。まずはカバーをかける枕の計測をします。縦の1周と横の1周を測ります。次にお好みの布を用意して計算式に従って裁断します。計算式はこちらです。まず縦は縦にぐるっと測った長さ割る2、これにゆとりの7センチを足します。布の素材や枕の硬さによってゆとりの長さは多少変えた方がいいかもしれません。そして横は計測値に21センチを足します。21センチというのはゆとりの8センチに折り返しの13センチを足した数値です。こちらもゆとりの長さは7センチや9センチにしてもいいかもしれません。折り返しというのは枕の入り口部分のこの布の重なりのことです。これを13センチ取ります。それでは縫っていきます。はじめに長方形の短い辺の2箇所を三つ折りにして縫います。こちらの部分をこのように縫います。そして一方の端から13センチのところで折ります。折るときは裏側の端から13センチに印をつけて表が出るようにして折ると良いと思います。という間に最後の工程です。2つ折りにして端から1センチのところを2箇所縫います。実はこの生地は先日衝動買いしたアマゴートの反物です。撥水加工がしてあって、そのためひんやり感は抜群ですが吸水性はありません。2つ目も作りました。さらに保冷枕入れも作りました。保冷枕を巾着袋に入れて枕カバーをかけると真夏の睡眠にぴったりです。幾日も安眠阻む熱帯夜、コート地枕で雨懐かしむ朝松でした。